岐阜市の中心部にある銭湯、野原湯。明治27年に開業した老舗で、今も毎日180人ほどが利用しています。大変厳しいですね。20円とか25円とかぐらい1リッターあたり上がっているので、うちの場合だとちょっとここのところ赤字ですかね。野原湯の代表、野原信之さん。重油や電気代の高騰で経費がかさみ、去年2月からの1年間で300万円ほどの赤字だといいます。ところがコロナ禍前の2019年10月を最後に値上げは一切していません。その訳は、物価統制令ということで料金が設定されていまして、その需要が上がったから、じゃあ明日から100円あげようとか200円あげようとかっていうことはできないんです。実は銭湯、今も1946年に制定された物価統制令の対象で、施設が自由に料金を決められないのです。戦後の混乱期に生活必需品の高騰を防ぐために作られ、一時は米や酒など1万軒が対象でしたが、令和の今、対象として残っているのは銭湯の料金だけ。一体なぜなのでしょうか。今でも例えばお風呂のない人が見える、病院と一緒ですよね。一般市民の皆さんの生活の衛生を守るがために、値段を上げずにそのキープしなさいよということが多分続いたんだと思うんですね。岐阜県では人口の 2% ほどが家庭に風呂を持っておらず、公衆衛生を保つために今も低価格の銭湯が必要というのがその理由といいます。また料金を行政が決める一方で、固定資産税や水道料金の一部が免除される銭湯側のメリットの大きさも一つの要因だといいます。しかし燃料費の高騰はそのメリットを打ち消すほどの大きな打撃で、銭湯側の要望を受け、岐阜県は据え置いてきた料金を40円値上げし、来月1日からは500円に。上がるなとは思ってたけど、もう仕方ないわね、こういうの。しょうがないんですか。地方では、ね、いっぱい銭湯潰れてるでね。野原湯さんはね、すごくありがたいです。物価統制令の対象外となる娯楽を目的としたスーパー銭湯や健康ランドの台頭で、最盛期の1965年には岐阜県内に330軒以上あった銭湯も、今はわずか15軒に。それでも必要とする人がいる限り、野原さんはこの銭湯を閉めることはないと言います。40円の値上げは大変厳しいものだと思っています。我々としてはたくさんお入りいただく方には、ね、うちにお入りいただけるような工夫を考えなきゃいけないなというふうに思っています。